アントニオ・バローズは日本の競争馬である2009年新山記念の勝馬、北海道ニーカップ町前川高則牧場の生産馬。前川牧場は夫婦二人で農業を兼業する小規模牧場で、後にこの馬が勝利する新山記念が重賞初勝利となった。本馬は1歳児に北海道セレクションセールへ上場され、バローズの冠で知られる、 井の熊広次に1543万5000円で売却された。主戦機種の角田光一は2歳の夏から相当走ると期待をかけていたが、2008年8月のデビュー戦はスムーズにレースを運べずに着に敗れ、勝ち上がった2000名も抜け出してから物見をしていた。2009年3歳1月で勝利した新山記念もスタートで出遅れる折り合いを書く。 コーナーでは外に膨れるというありさまだったが、荒削りながら、能力の高さを見せる馬に、角田はクラシックへの期待を口にしていた。その後は、弥生賞を右肩箱で出走取り消し、さつき賞も、滞在和房の貸し付け申請を忘れて、美保経由での中山入場と、トラブルが続いたが、プリンシパルステークス2着で出走権を獲得した、東京優秀では、 二着リーチザクラウンに頭さまで迫る三着に入った。ダービー後は秋の注目馬と目されることもあったアントニオ・バローズ。だが、秋は全名症に悩まされ、神戸新聞杯は11着、菊花賞は最下位18着に沈んだ。休養を挟んだ2010年2月のバレンタインステークス後、全名症が再発して手術を行ったが、放牧先への移送中に肺炎を発症。 その後は、立東トレセンの診療所で治療を行っていたものの、回復せず、6月3日、廃墟膜炎のため予後不良となり、安楽死の処置が取られた。ありがとうございます。